町にやってまいりました。ここですね。で、何をするかと申しますと、姫路城クリーン作戦ということで、姫路城をきれいにしてこようと思います。はい、早速行ってみましょう。はい、行きましょう。では今からこちらの石垣を草が生えてるのでそれをきれいにします。もう作業されてる方がいて、これで6かかってて、これでゆっくり下がってます。これで右手を絶対後ろ、後ろ、はい、右手離さない、それで、はい、あー、そうです、めちゃめちゃうまいです、はい、いいですか、ちょっとゆっくりですけど、ゆっくり行こう。いや疲れた、一回固定してもらえれば。あ、うん、はい、腕疲れたらな。オッケーと下まで行こうか。綺麗になりました。どうでしょうか。いいね。だいぶね、すごい。見てまいりました。到着いたしました。主催が来てますので、静かに。かけますね。これ安全の命ですね。関与し、それだけ守っていただいたら、それで最悪落下しても落ちて死ぬことはありません。感じで掃除してます。あ、掃除道具が来ました。掃除します。ちょっと届かない。あ、そういうこと。こっちの裏側のところ、あっちの2階のところも行ってます。早速草津屋の方を行きたいと思います。それでは、ございます。せーの。岡目船長やから。岡目船長お願いします。出港。あはは、いってらっしゃい。
めちゃかっこいいやん、なんかめちゃこれで折れると思うんです。はい、はい、ありがとうございました。綺麗になってますね。すごい綺麗に。はい。それでは、はい、ということで。ということで、はい、2日間にわたる、姫路城クリーン作戦の方終了しました。はい。お疲れ様でした。綺麗になりました。だいぶ石垣の草が取れまして、はい、巣も。取れまして、お手伝いできました、はい、本来の輝きを取り戻しました、はい、また次回の動画にご期待ください、はいはい、それではバイバイバイビーバイビーバイビーちょっと車中方向ちょっとだけ掃除しても大丈夫ですか。いや行きますよ。じゃあ棒でね、車中方向の清掃、車中方向の清掃、はい、いや、それでだけ、はい、はい、オッケーオッケー、はい、オッケー、いいですよ、社長、こう、お願いします、よろしいですか、はい、いいです、はい。